動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。叡王の鮎の抹消と、シガーミントの置き換え候補が、次々と挙げられている中、初値段とカノン段も叡王の鮎の抹消に名乗りを上げ、多くのメンツが参戦する形となりました。他にもナーサリーも参戦予定であり、叡王の鮎の抹消は広い範囲から及んでおります。その一方で、叡王の鮎とシガーミントの置き換えにおいて、さらなる有力となる候補も出てきており、より状況が目まぐるしく変わる状況になる見込みです。月級の収録における他の企画でも、叡王の鮎とシガーミントの置き換えの最有力候補の存在は注目されるようになっており、参戦のメンツがその最有力候補と共存共栄できるかどうかも注目されます。果たして、2023年夏の決戦に向けてどういう形に展開していくのでしょう。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。なにー、叡王の鮎の抹消にとんでもない候補が出てきよったやって。実は赤田丸の収録でそんな情報が飛んできたのだ。こいつはマジでヤバいやつになるっぽいぞ。それも音の木の3組目から出てくるというのだ。ある意味で錬金術ではなかろうか。やつ、そっちのカノン団にそんなとんでもない刺客なんていたっけ？いくらなんでも突発すぎないかな？空想世界旅行のやつか。そいつはカノン団の中でもかなり強力なやつだぜ。条件として、サードパーティのサステナ車両は、叡王の鮎を抹消する糞の任意形式とすることがあるようだな。赤田丸で言ってたことは、それ以外にも、スイミーナも条件に挙げられてたことと、叡王の鮎とシュガーミントは神経列を立ち上げても、一種類で置き換えるのが望ましいところだが、あいつらは成り立ちが違うから、叡王の鮎に限っては、少数派の特別な形式で置き換えて、見事に叡王の鮎を抹消できたことをアピールした方が望ましいのでは、みたいなことがあったな。同じ音の木でもユニットごとに形式が分かれてるし、メディアミックス別に形式が分かれてることから、あいつらも10年以上にわたる過程で合計10型式は優に超えとるわな。その中で空想世界旅行として新たな形式が出てきており、そいつが叡王の鮎とシュガーミントを置き換えるのに刺さりよったわ。その空想世界旅行やけど、鍵っ子のカノンの奇跡の最終形態と言われとるわ。鍵っ子から音の木の3組目に変わっとるんは、オールツに鍵っ子が刺さらへんかった代替が大きいわな。それでか、鍵っ子から音の木にカノン様が衣返したのは、オールツに向いてないと勢力を発揮できないしな。そうなったら、こっちもカノン様に負けないように、叡
栄王の鮎とシュガーミントの置き換えに備えないと。でも、シンタダンはそういった存在はいなくても問題ないわけ。シンタ様のリアクションが気になるところだけど。シンタ国王のことやろうけど、こっちは大原の夢の国もおるし、サステナ車両もポッピンがおるしと、こっちもこっちで色々とパーティが豊富で、しかもユニバースとパルナスアースも備わっとるわ。ポッピンに関しては、シュガーミントと全く直結しないから、完全な2位形式としての置き換えにぴったりだぜ。しかもこいつに関しては、他のメンツよりも一足先に、シュガーミントの立場を食い荒らし始めてるぜ。デディ、ポッピンについて何かアドバンテージがあるかわかるか？ポッピンの場合は、京都の花札屋に進出している上、近鉄車両が率先して選んでいるという、赤田組の攻略における強力なアドバンテージがございます。古い仕切り中高段にも刺さるレベルとも言われています。新多段はそんなアドバンテージを活かして、一足先に置き換えに取り掛かってたんだ。それでもまだまだ多く残ってるということは、シュガーミントもメンツが多いってことだな。やっぱりねー、こっちのお庭とカギっ子が全然活躍できずに終わっちゃうのが心残りね。カラーズ陣営だからというのが致命的なのはわかるけど、オールツとカラーズの違いだけでそんなに変わるもの？オールツ陣営は大原の夢の国があるからな。2014年あたりにできてから格差がどんどん広まるばかりだ。栄王の鮎の抹消に鍵っ子と京阪のお庭って言われても正直言ってピンとこないってのが現状さ。そう、やっぱり近い将来鍵っ子と京阪のお庭も置き換えられる時が来るのね。同じオールツの陣営であれば諦めることじゃないぜって言いたいんだけどな。カギッコも京阪のお庭も基本的にはカラーズ陣営が大多数、オールツ陣営でフォローするのはかなり効率の悪い話だ。ただでさえ萌え文化のキャラクターの没個性なキャラがオールツ陣営に全然刺さらないという中で、今になってカラーズ陣営がメインのカギッコたちをこっちで再構築するインセンティブが感じられないな。やっぱカギッコと京阪のお庭はシュガーミントが置き換えられた後に後を追う形で月鉄界隈から置き換えられる運命になるだろう。てか一時期の迷走もあるから改めて言うけど、カギッコと京阪のお庭のそれぞれの看板キャラが誰かが問題だ。それ今でも西宮の問題児が看板キャラなら最後までアニメ化を続けているはず。最後まで完遂ってなりそうなのは富士の吹奏楽部などほんの一部しかないというのが現状ですね。これは僕たちと比べて明らかにきっつい話だよ。置き換えられるのがシュガーミントどころじゃないって。カノン革命が終わって万博も落ち着いた後がかなりヤバいことになる気がする。少なくとも、カギッコと京阪のお庭を置き換えるのは、栄王の鮎の抹消と、シュガーミントの置き換えの他に、音の木に代わる新たなサステナ車両が出てきてからやな。あるいは、こっちでユニバースに続く新たな陣営が出てくるか。ベネクレア王国の復興とか、忍び星の帰還には間に合いそうだから、その点は安心してくれ。忍び星が降り立った2000年当時は、星空のカラーが異様に強かったぜ。まあ、あの時は星空界と宇宙界がトップを争ってたがな。忍び星が降り立った2000年当時は星空のカラーが異様に強かったぜ。まあ、あの時は星空界と宇宙界がトップを争ってたがな。さて、それに向けてまずは栄王の鮎の抹消をドイツがやるか、シュガーミントの置き換えをドイツが完了させるか決めないとな。カギッコたちは私どもからも、オールツからも見放されておるのか。新多段がオールツの総本山というからには、どうにもならない事情があるんじゃないかな。随分と前から栄王の鮎と、シュガーミントの置き換えの候補として聖和園の存在もおったわ。2019年に提案を受けて以来、こっちとの関係を深めてるわけで、今年になってロンドバースがユニバースとして君臨したわ。栄王の鮎の抹消と、シュガーミントの置き換えは、こちら側と共同で行われるんやけど、成り立ちの経歴の関係から聖和園の関係も2位形式で対応してるわ。聖和園からもこちら側の新系列として注目だぜ。キャー、月鉄側からも刺客が来てるー。わー、スクラップにされるー。カリンカルートの解体とかが先だから、いくらなんでも早まりすぎ。しかしここに来て月鉄側からも聖和園がシュガーミントの機械要因として出てくるってね。せやけど、聖和園が出てきたんやったら、話がだいぶと変わってきよるで。それに、
いくら聖和園やらポッピンやらが、出てきても、シュガーミントの中におるコンテンツ一つずつしか、置き換えられないぜ。ただ、聖和園はシュガーミント本体に、対抗することから、その限りじゃないぜ。まあ、聖和園はロンドルートに当たるから、同じロンドルートのメンツを、引き連れて置き換えてきそうだがな。ロンドパースがやってきて、軌道に乗ってきたのさ。そうなったら、あとは栄王の鮎の抹消を、誰が決め打ちするかだが、その大仕事を初音様とカノン様、シンタ様に委ねられるということか。これはとんでもない展開となってくるぜ。そそそそそそ、トゥートゥー栄王の鮎を抹消する決心に目とが立ったようやな。ユニバースの登場以来、シュガーミントの代替候補の聖和園も、軌道に乗りつつあります。我々カノン団も隠して栄王の鮎の抹消に加勢する形となりました。このミッションの後、忍び星の行方も見逃せません。この夏はオールツの世界にとって大きな転換期を迎えようとしております。この重役を任せられることが極めて栄えよあるものとして刻むところであります。両者とも元気で何よりにゃ、鈴に足を解体したという罪がカラーズ陣営に重くのしかかっておる。カリンカルートも解体が進んでおり、着実にオールツ陣営がカラーズ陣営を追い込んでおるのじゃ。今こそレガールを混沌に落とし入れたカラーズ陣営に決め打ちを行うのじゃ。プランも着々と進んでおりますが、音の木3組目の空想世界旅行は、栄王の鮎もシュガーミントも、両方を潰すにかかろうとしております。オールツ陣営独占ですので、かなり心強い存在です。栄王の鮎の抹消にあたっては、ユニバース陣営で2回ルミナスハーモニーを実施します。1回目はクラウディを呼び出すために、2回目は栄王の鮎をパルナスアースで封印するために言います。2回目のルミナスハーモニーはクラウディと連携を予定しており、こちらでパルナスアースを動かし、クラウディがルミナスハーモニーを、せいよ、栄王の鮎の封印に取り掛かります。そして、このアマリリスの雫において、熊平城の近くの遺跡に、セットしている打ち上げ花火を、持って撃退、抹消です。この流れは、過去の月中の収録を、ベースに改良したものです。2018年度におけるあの流れです。なんなのやこのクリップは、七波竜はこのような状況になっておった時期もあったのか。七波竜の実態をシンホリリしますと、よりえげつないことになっております。ですが七波竜の件は、ベネクレア王国の復興にて、重点を当てることとしましょう。ノーマルアットはどう思うことだろうか。一応オールツのフェアリーフィーを、爆破したあいつのことだしよう。今度は、逆にカラーズ陣営のシュガーミント、栄王の鮎をかつての、フェアリーフィーと同じ仕打ちで、抹消するのか。
今世代も今世代で関係性がより複雑になるな。あのフェアリーフィーだけど、何回見ても気味が悪いな、なんていうか、なんかのロボットみたいだね。ボールズもカラーズも、わけのわからない存在が見られるって、なんと言っていいのかよくわからないね。アクト創始者はフェアリーフィーを、フェアロイドと、勝手にアンドロイドとみなしてるんだが、あいつが常につけてるリボンが、外れた後に後頭部を見てみたら、すっぽりと穴が開いててな、配線がびっしりと並んでたぜ。やっぱりアンドロイドなのか、色俳優関係の攻略の企画よ、ショウノマ頑張ってくれ。その企画は色俳優列連で、いずれはフェアリーフィーの件にも、言及するだろう。パルナスアースじゃないと、わからないことがあるかもしれないからね。フェアリーフィーも、栄王のアユも、へんてこな真実があるんじゃない？似たもん同士なんだし、そんなオチが見えるよ。フェアリーフィーは例のリボンについて、栄王の鮎は存在そのものについて、やばそう。忍び星の帰還はシュガーミントの、置き換えのタイミングか、ベネクレア王国の復興のどちらかやろうか。忍び星の件でアマリリスの雫と七波優列連の、要素が合流するやろうかな。こうやって見ると、シュガーミントの置き換えは少しずつ着実にやっとるで、コンテンツの量が多いと、面倒なこともあるわな。コンテンツも種類の整理を、せなかんときが、どこかのタイミングで必要になるやで。置き換えられた影っ子の処分も課題の一つになるはずやけど、誰かが鉄道乗車機に集約させると言ってたような気もするんやな。鉄道乗車機だと事情が変わってくるからな。向こうの事情も照らし合わせてみっか。鉄道乗車機は本数が増える見込みで、影っ子もスクラップの計画がない。ちょうどいい機会じゃんかよ。